はいどうも、まことチャンネルやで。今回は韓国料理に挑戦ということで、いつものようにレシピを見ながら頑張るんやけども、まず玉ねぎ1/2、玉ねぎ1/2、食べやすい大きさに切るってどうやな。食べやすい大きさってなんやねん。食べやすい大きさってよくわからん。腕か。で、人参 60g、 153、短冊じゃない、こうやええや。キャベツだったのに、キャベツみたいなかったから、まあ、白菜で代用。ここが 200g が、なんか要素があるから。200。ざっくり。あ、これ油入れなあかんかったよ。油入れなあかんかったよ。油を入れて、中火で鶏肉入れなあかん、鶏肉を入れます。でかっ。中火で5分炒めます。焼肉のタレ大さじ6、トマトケチャップ大さじ3、蓋をして5分、あと5分。こんな先みたいな。で、5分経ったら、ニラを入れて、テイ、5分混ぜるやん。え？無理で。5分も混ぜろ。な。で水飛ばしてまうと。あ、そういうとこ。チーズで、チーズを真ん中に入れて。すぐ適当な。溶かしますと。これもちょっとあっち持っていとこうか。豚肉は2センチ幅。見てみようか、物差しでそれ2センチだと思うか。もう出てんな。持ってっちゃろう。ああ、そうくるか。2センチあるか。3センチ。3センチ。全部3センチ。豚肉を炒めます。で、なんで先に豚肉を炒めるか言うと、知らん。多分な、これしよう間に生地作るからな、冷ますんやん。小麦粉を、1/2カップで、片栗粉を1/4カップ、水1/2カップ、溶き卵を入れる。混ざらんのやろな、こんなことしたら。ダマ作るなって書いておいて、こんなのダマになるわな。あ、豚炒めるとき焼肉のタレで炒めろって書いてある。焼肉のタレで。いやー、もう入れすぎた。これで終わり？いや、もっと寝るけど、ちょっと手順間違うだから、ちょっと焦ってます。
もうええやろ。おいおい。で、大胆にもこれを入れて混ぜる。チーズ入れようか。なんか焼くとき寝ちゃうんじゃない？それはお前。ひっつかへんだよ、そのフライパン、テフロンとか。ということで、嫁ちゃんのリクエストでチーズを入れようか。これ、なんかこう、ちゃうな。なんかもっとこう、まとまりが。それ、ワイに失敗を誘発さそうとしようちゃう。いや、絶対ないよ、こっちの方が美味しいわ。返そうか、これ。え？どうやだ、どうやだ。やってみて、行くぞ、ダイエースイカ。お疲れっす。味は知らんけど。いや、我が作る。製作所。うん、製、え、何が切ったらよかったな。うん。やっぱりちょっとかけた方がうまいよな。No.